吹雪テトラ。どうもこんにちは、吹雪です。前回メタルラックを組み立て水槽台として使うことを言及しました。今回は水槽を集結している時に役立つ大型ポンプを紹介させてください。私が10年以上使っている代物です。僕が買った大型エアポンプはこちら、日東工機から発売されておりますメドーブロア LA40C。 まずは仕様とスペックを語らせてください。幅 20.7cm、 奥行き 18.2cm、 高さ 20.5cm、 重さ 2.9kg です。定格周波数 50-60Hz 兼用、消費電力 29.5W、 定格圧力 11kPa、 突出空気量 40L/min、 突出口サイズ 18mm、 高度長 1.6m で、価格は Amazon で9800円でした。特徴としてはピストンがシリンダー内を滑らかに置き、可動部が摩耗しにくい設計です。長期にわたり安定した性能を発揮します。可動部品をピストンだけにすることで低作動音低振動を実現しました。また防振設計で振動を低減します。そしてフィルターとピストンを交換するだけの簡単なメンテナンスで、修理の手間が大幅に省けます。他にもバイオガス発電の設備や養殖用ポンプなど、綺麗な空気を必要とするあらゆる場所でメドーブロアの進化を発揮しています。日東工機のメドーブロアは用途に応じた流量電圧や主要国の法規制に対応し、お客様のニーズに応えています。さらにクリーンな空気を供給するメドーブロアは、樹脂製の防音防雨ケース内にリニアモーター駆動のフリーピストン方式ポンプを内蔵し、静かでクリーンな生活環境を世界のお客様へ提供しますとのことです。使用方法としては、使う用途に応じて L 型ホースやホースバンドを用いて突出口をつなぎ合わせ、プラグをコンセントに差し込むと稼働します。無給油でアース工事は不要です。最後に注意点としては、メーカーの取り決めている使用圧力範囲内で使用して故障した場合は2年の保証がありますが、水害、地震、改造、使用上の不備での故障は対象外となりますので注意が必要です。それでは箱の外観から見ていきたいと思います。日東工機メドーブロア LA40C メイドインタイ、裏面でございます。Amazon で買ったんで、日東工機のシールが貼ってます。上面は、取り扱いは丁寧にお願いいたしますという文字が書いてます。後の面は全部型番と名前が書いてます。それでは開けていきたいと思います。まずはカッターで切りたいと思います。参ります。イデオ日東工機メドーブロア LA40C オープン。おー、本体が直で入ってるね。まずは取扱説明書でございます。浄化槽用メドーブロア、まあ、LA30C40C45C など各型番とそのイラストが書いてます。付属品はホースバンドと L 型ホースです。詳しい仕様が書いてます。全型番と仕様が書いてるんで分かりやすいね。感電発火防止事故、ブロアが浸水したり雪にうずもれたりする場所には設置しないでください。電気工事は必ず専門の工事業者が行ってください。ブロアの電源は防水型コンセントをご使用ください。これらの注意を怠ると感電発火の生じる恐れがありますとのことです。ブロアを設置する場所は通気に配慮してください。建物より30センチ以上離して設置してください。直射日光を避け、できるだけ周囲の温度が低い場所に設置してください。あと枯れ葉やゴミが吹きたまる場所には設置しないでください。実はね、これ屋外でも使えます。あとブロアを設置する場所は騒音に配慮してください。寝室や書斎の窓の近くへの設置は避けてください。ブロアは昼夜運転しているため、その作動が気になることがあります。設置方法ってことで、振動防止のためにコンクリートの据え付く台をご使用ください。あとは水平に置いてくださいとかね。電源プラグやコードが傷んでる場合は使用しないでください。そしてそれをどのように接続すればいいのかってのは書いてます。で、最後のページには保証書がついてます。まあ、難しいこと書いてるんですけど、そんな難しくないので後ほどやります。まずは付属品を見ていきたいと思います。まずは使う日をかけるやつです。こちらはシールになってます。油性ペンで日付を記入し、ケースに貼り付けてください。こちら L 型ホースでございます。色は黒一色です。内径を今測ったら 16mm でした。ただね、これシリコン製なんですよ。ちょっと太くても何とかすれば入ります。すごく耐久力があって、数年使っても全く問題ないです。あとはホースバンドが2個ついてます。そしてこちらが本体。まずは高度長 1.6m なので、とても長いです。エアポンプとしては長い分類になると思います。プラグは普通のやつで、コードはとても太いです。手のひらと比べるとこんな感じ。結構大きいよね。まず上の方は LA40C、 電安法技術基準によりアース工事は不要です。そして取り扱い上の注意が書いてます。ピストン及びガスケットは 1,2 年ごとに交換してください。いずれも有料と書いてます。まあ私は交換したことないですけどね。横はこんな感じです。突出口の穴が開いてます。まあ、上のカバーの部分は白で、突出口のところは緑色です。ひっくり返すとこんな感じ。振動を吸収するゴムがついてます。色は黒、これもすごく硬いです。硬いんだけど硬すぎないんですよ。まあ、これのおかげでね、かなり振動を吸収してくれます。側面は何もないです。後ろはこんな感じになってます。日東工機のシールが貼ってます。
重さはね、エアポンプと考えるとかなり重たいです。普通の市販のね、ジェックスとかコトビとかのやつと比べるとかなり重たいんですけど、それでもね、持てない重さではないんですよ。これを置くことによってね、床がかなりダメージを受けるってことはないです。検証する前に比較したいと思います。左側が LA40E、 右側が LA40C でございます。この 40E は 40C の全機種に当たります。現在は製造が終わってます。今使ってるやつを今取ってきたんで少し汚れているんですけど、まあ、形状はほとんど変わらないね。まあ、強いて言うならば 40E はシールが透明で、 40C はシールの色がグレーになりました。あと矢印の向きも違うね。 40E はなんか下で、 40C は上になりました。だからなんだよって言われたら困るんですけど、底の様子はこんな感じです。これは変わってないね。そして高度も変わってません。太さも同じです。今持ってみたんですけど重さも同じです。だから特にこう劇的に変わってるってものはないね。続きまして左側がキョウリンハイブロー C8000、 右側が日東工機のメイドブロア LA40C でございます。こうして見ると大きさが全然違いますね。キョウリンは8リットルで日東工機は40リットルなので、およそ5倍です。コードの太さを比べても全然違います。そして厚みが全然違います。キョウリンのハイブローも結構大きいフィルターなんですけど、だいたい3倍ぐらいあるね。でもちろんね、重さも全然違います。まあ、こいつも結構ね、エアポンプと考えたら重たい方なんですけど、ブロワと比べてしまうとめちゃくちゃ軽い。当然なんですけど C8000 の突出口にはエアチューブを刺すことができます。一方 LA40C は通すことができません。そして C8000 はゴムがすごく薄いんですけど、 LA40C は分厚いです。やはりこれも威力の違いだよね。それでは組み立てていきたいと思います。まず L 型ホースを突出口に取り付けます。この黒いやつが L 型ホースでございます。次に塩ビ管に一本コックを取り付けて突出口に取り付けます。こういった塩ビ管に一本コックのやつがあるんですけど、こういったものを取り付けます。こっちは穴が開いてません。これにこうエアチューブを挿して各水槽にエアを送るという感じです。エアの量はね、ここをこうひねれば好きな量にね、調節することができます。使ってる塩ビ管は VP13 というやつです。これはね、使うメドブロワの型番によって異なるんですけど、私の LA40 の場合はこの VP13 のやつ。次にホースバンドを取り付けます。ただ私は取り付けません。屋内で使うという理由と、あとは着脱が大変になるんですよ、ホースバンドを使うと。なので使ってません。まあ、これなくてもね、全然問題ないです。普通に動くので、まあ、屋外で使う場合はホースバンドをしてもいいと思うんですけど、まあ、室内で使う場合は別になくても問題ないと思います。それでは検証していきたいと思います。スイッチオン。おお、あ、ちょっとエア漏れてんな。静かです。振動も少ないです。ただね、上から触るとそこまで振動はすごくないんですけど、床はね、振動が伝わります。だから多分寝る部屋では使えないです。はい、今音を聞いてもらいましたけど、 C8000 の方が静かでした。ただ以前紹介した水作の12リットルのエアポンプと比べると、 LA40C の方がはるかに静かです。突出度の割には静かなものなんですけど、やっぱり寝る部屋では厳しいと思います。こう振動が伝わってしまうんでね。で、このブロワを10年以上使ってきているので、特徴や注意点を軽く語らせてください。まず購入した理由としては、今回買った LA40C の前の型番が LA40E というモデルで、 40E の前が40だったんですけど、40と比べて消費電力が低くなりエコになったので E という文字が40の後ろにつきました。ただピストンの素材を変えたせいで2年半ぐらいしか持たず、私も2台買い替えた過去があります。ただその後改良され、さらに消費電力が低くなり、かつ耐久力も飛躍的に高まったようなので買いました。塩ビ管を使えば複数の水槽に空気を供給でき、小さいエアポンプを何度も買うよりもコスパはかなりいいです。さらにコンセントも一つで済むので、コンセント時刻も回避できます。欠点は本体は静かなんですけど、エアのブクブク音が結構うるさいので、複数の水槽で使うと共鳴してより音がうるさくなります。そこで対策としては、スペクトラムランジャパンのスポンジフィルターや投げ込みの突出口につけれるパワーパイプなどを使うことです。あれは突出量が多くても音が静かなので、音が気になる場合は音を軽減できるフィルターを使うと少しマシになります。
次にデザインがあまりかっこよくない点です。私は慣れましたが、昨今エアポンプはかなりデザインがかっこよくて音が静かなものが出てきました。でもブロワーは家庭用というよりかは業務用感があり、人によっては家に置きたくないと思うかもしれません。なのでこの点は我慢するしかなさそうです。あとはある場合はいいんですけど、塩ビ管にコックを取り付ける作業や各水槽とフィルター、エアチューブを大量に用意しないといけなくなるので、ブロワー以外にお金がかかってしまうのも欠点です。グッピー、アピスト、エビなどブリードしていく中で水槽が増えてきたら、思い切ってブロワーに変えるか、突出度の多いエアポンプを複数使うか、飼育者の環境に合わせて調整する必要がありそうです。ウブキデトラ。はい、ということでエアチューブと接続できるポンプと比べると音はうるさいですが、そこまで爆音ではなかったので良かったです。水槽の数が多くなるとこのブロワーを使えば管理が楽になるのでおすすめです。今後はこのブロワーと前回組み立てたメタルラックを使って各水槽を維持したいと思います。今日もご視聴ありがとうございました。このフブキテトラチャンネルではアクアに関することを中心に比較や検証も行っているので、ぜひチャンネル登録をお願いします。以上、日東工機メドブロワー LA40C の開封及び比較と検証でした。ありがとうございました。バイ。